はい、ともくんチャンネルです。はい、今回は、オーナーズ24のケンメリですね、それをちょっと、制作の方をお休みにして、ちょっとね前から、持ってたこれガチャガチャの方のまあプラモデルみたいな感じのやつですね。はい、前にね、ワンビアかなの方をガチャガチャで手に入れてそれを作ってたやつと同じやつですね。今これはね箱スカです。はい、このシルバーの箱スカで4ドアですね、まあ、GTR じゃないやつですね。けどねガチャガチャにしたらこのエンジンとかの方こんな感じでね、なってます。で、箱スカの部品っていうのはこれですね。はい、でホイールもタイヤも2種類があってで、ノーマルの鉄筋仕様かなと、ちょっと、ホイール大きいねかっこいいようなホイールとついてましてタイヤも、ノーマルと、まあ、車庫タンとかね、できるタイヤとかもついてます。はい、まあ、またねこれは作っていきます。はい、でずっと前に、ガチャガチャで手に入れた、Z32 の、これですね PLDZ3 台とで240かな S30 かなの Z が2台、はい、色違いであります。で、32の Z の方はこんな感じの、まあ、僕ちょっとこれねメッキっていうかシルバーの方で塗ったんですけどエンジンがこんな感じです。はい、で今ボンネットは白いんですが、この2台は僕色塗りました。はい、元はこういう白色だったんですけど、マルーンの色と、これはジャガーグリーンみたいな感じの色ですね。はい、塗ってます。でホイールはホイールっていうかボンネットはね2台ともっていうか3台ともこれ白です。まだ色つけてないです。はい、でごちゃごちゃになったんで、まあ部品これ、はい、これは Z これ30かな240かなの、部品とまあ少しね、Z32 の方のフェレディ Z の、はい、部品とがあります。はい、でもう一個の Z32 の、Z32 で Z30 の Z ですねの部品がこれです。はい、まだ袋からは開けてないですけど、はい、またね、色はもうこのままですね。この3台はでこれだけねちょっと違うような色にしてみたいかなと思います。まあ全部これプラスチックなんで、でまたこういう感じでねプラモデル感覚で、作ってい
けるやつなんで、色も拭き直せたりとか、これでもねちょっと磨いて、で僕のねオリジナルの色ですねにしてみたいかなと思います。はい、こちらの30の Z の方もちょっとね違うような感じの色、まあ、この色でもいいんですけどね、まあ僕のオリジナルの色でやってみたいかなと思います。はい、まあ、説明書もね、ハコスカはこちらですね。はい、部品の紹介と、組み立ての紹介ですね。はい、まあ、こんなも僕持ってました。はい、で、これ、S30 と Z32 の説明書ですね。はい、こちらは S30 の Z の、はい、部品つけるのの紹介ですね。はい、あとねこれ100均ダイソーさんで100均でね、もうだいぶ前に1年ほど前かなに買ってきたコブラですね。はい、まあ言うたらおもちゃです。はい、前1台これ3台も取ったんですけど、1台目は本当のねフィニッシャーズさんのとこのカラーでねコブラブルーを拭いてました。はい、これ2台まだそのまま残ってるんで、はい、また違う色ね、拭いてちょっと遊び感覚でちょっとやってみたいかなと思います。はい、まあ今日みたいにね台風近づいてきたりとか雨降ったり止んだりしてる時にはまあケンメリとかのね前回のケンメリでは下地は拭いてたんですけど、中華の色とかそういうのもちょっとできないので、今回はケンメリの方はお休みにして、こういうミニカータイプのね、ガチャガチャの、プラモデルみたいな感じのやつを少しね紹介してみました。はい、またこれ一個ずつね、またこれもう、はい、こういう感じでねタイヤつけたり、はい、でこんな感じでちょっと色もマフラーとかのね色とかも元から変わってます。はい、こんな感じでね変わってますんで、いろんな好きな色でね、ちょっとやって、また組み立てていったりとかね色分けしたりとかで、まずこの、ハコスカの方ですけど、まあちょっとねかっこよくしていきたいかなと思います。はい、今これはね日産の車ですね。はい、また違うね、まあどこかでガチャガチャでねまたこんな感じの、ミニカータイプのねおもちゃがあったらガチャガチャして、また紹介しますんで、よかったらまた見てください。はい、またこのね100均で手に入れたコブラもね、色分けして、かっこよくしていきたいと思いますんで、まあ一つずつね作っていって紹介します。はい、まあそれではね次回、次回もまあちょっとね雨降るかどうかわからないですけど、この1台とかをねどれか1台を作って、紹介します。はい、
それでは次回の動画もお楽しみください。見てくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。